各勇放映6年9月15日は、平安時代後期の天外像。鳥羽僧城と世に呼ばれ、日本仏教界の住職を務めた構想で、あるのみならず、絵画にも精通し、超獣人物ギガなどの作者に犠せられている。そのユニークでユーモア溢れる作風から、漫画の始祖とされることもある。各勇は、1053年に、源の高国の大旧史として出生。 若年寺に出家し、御城寺にて、天台仏教、密教を治めながら、画鬼にも長じるようになった。長らく御城寺法林院に従し、密教図像の修正と絵師の育成に、大きな功績を残したほか、自らの画術研鑽にも努めた。四天王寺別当、北条寺別当、御城寺調理など大事者の養殖を歴任する間、1132年には、僧城へ、 1134年には大僧正へ、任じられた。1138年、47世天台座すと、なったが3日で退任し、熱い気泳を寄せていた鳥羽上皇が住む鳥羽離宮の赤子混合院へ移り、道離宮の御地蔵となった。以後、鳥羽僧侶と呼ばれた。法園6年9月15日、各勇は90歳近い高齢で死去した。その際、弟子から、 遺産分与に関する遺言を求められ、遺産の処分は腕力で決めるべしと残したと伝えられている。長寿人物ギガより、各有の画はユーモアと風刺精神に富んでおり、ギガと呼ばれる。アーエと呼ばれることもある。遺言の逸話が示すように、各有自身、笑いのセンスに長けた人物のようであり、宇治周囲物語にも、各有のいたずら好きで無邪気な人柄が描かれている。 古今著文集では、弟子である侍帽子の絵を通りに合わないと非難するが、侍帽子は、おくずの絵は誇張しなければ、面白くないという例を出して反論し、各勇は逆にやり込められてしまったという逸話が載っている。また、各勇は、仏教界の養殖を歴任しながら、当時の仏教界と政治のあり方に批判的な目を持っていたともされている。 遺産分与に関する遺言の逸話に関して、松山分与は、これは、貴族や、僧侶の健忘術作やコビヘツライの生活に対する、風刺とも取れ、強い者が取るという、権力の横行に対する、当て付けとも取れて、面白い逸話ですと記しており、その風刺精神は、当時の自身を取り巻く世情と密接に関係していた、ことが予想される。国宝、長寿人物議が、 法比合戦、洋物比べなどが伝飛ば創造作とされている。いずれも一見単純な明るい笑いの画のようでありながら深い批判精神を含む作品群であり、飛ば創造の作に偽せられている。実のところ、美術史学上、各有をこれらの絵画の作者とする確証はないとされているが、これらの絵画は各有の画風をよく表しているとも言われている。 ありがとうございます。